ね、収録だからね、生放送だから、そうそう、流れてるからね、そう、そう、いつから始まるんだろう、今からか、そうね、流れてるっていう情報が、さっきツイッターで上がって、はい、ね、見てますか、マジか、恥ずかしい、恥ずかしい、どこだろうかも、わかんない、あっち側だってる、ってことで、はい、行きます、叫ぶしないと、始まるよ、イエーイ、行きまーす、イエーイ、叫ぶしあっちよ、イエーイ、叫ぶしあっちのね、ということで、まあね、はい、始まりということでオープニングテーマですね、はい、オープニングテーマなのかな、そうね、そう、うん、今日は鮭節が最初にいないってことで瀬田すずらの放送ということで、はい、瀬田ちゃんが前面に出まして一曲歌わせていただきたいと思います。皆さん元気よくワンですよ、ワン、オッケー、ね、じゃあ行きます、聴いてください、もぐもぐナンバーワン。いつか君のためのオンリーワン、いつか君のそばでナンバーワン、ワクワクドキドキモグモグ、君と一緒にハッピーな時間過ごすぞ、ステップジャンプ。皆さんこんばんは、今日はエンデナイト来てくれてありがとう、何度も今日は楽しいけど、楽しいね、2人ガールズなのに、うん、1人ボーイズがいるっていう、ボーイズがないで入って
ね、そうそうそう、いつもみんな邪魔だなって思ってたんだよ。そうだな、みんなガールズを見に来てるわけだからな。そうそうそう、うん、いや私ガールズって年でいいのかな。え、いいのよ。全然いつも申し訳ない気持ちしかならないけど、お母ちゃん大丈夫だよ。お母ちゃん、お母ちゃん、ちょっと大丈夫。まあ、そんなこんなでね、今日は俺がね、MC としてそうだね、いつもとは違う立場で君たちにいろいろ聞いていきたいと思う。お母さんね、質問してくれるって聞いてたんだわ。お、してくれるので、うん、まずね、今日そのものについてだな。はい、うん、どんな気持ちでね、うん、この歌を作ったのかなっていうところが気になるのね。もぐもぐかない、うん、どっちもだね。もぐもぐかな、設定があるのと、そうそう、もぐ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 とどっちも気になるね、うん、もぐもぐを作ってくれたのは、うん、作詞をしてくれたのはアジャミンママなんだな。そう、作詞したのが実は私でして、うん、そうで、ヨウさんという方が、あの、うん、実はセタちゃんのファンの方が作っていただいて、うんうんうん、あの、これ、この曲自体が、うん、新作的な扱いで、うん、そう、ファンの方と一緒に作り上げた作品の一つなんですね。そうだったんだ、そう、うん、で、これでこの曲を使っていろんなところで活動をもっと広げてほしいっていうことから、うん、いいもんね、で、自由に使ってくださいっていうところで、うん、嬉しいね、札幌ネットテレビさんではね、うん、ガンガン使っていただいて、うん、ありがたいです。ありがとうございます。叫ぶしないとテーマソングにもなっているからな、うん、そうだね、うん、そうそう、たくさん使ってくれてるのね、うん、叫ぶしないとなのにね、歌ってるのセタちゃんと、うん、そうそうそう、そうだよ、今日のオープニング叫ぶしがいないでセタがメインだったの。なんか叫ぶしないとじゃなかったな、スプランナイト、スプランナイト始まるよ、イエーイ。いつかそんな人来るかもしれない、乗っ取りってやつだ、乗っ取られたんだな、乗っ取っていいか。俺もなんか、下ろされた感じだな。下ろされたかい、うん、3枚2回いらない、あ、うまいこと言ったな、うまいでしょ、うん、待って待って、この MC 役立たずだわ。質問してたけど、質問したこと忘れてるよね。そう、もぐもぐの歌詞はどういう心境で書いたのは、うん、って聞いたかった。さすがセタじゃん。そうだな。いや、この歌詞はですね、北海道のね、うん、なんかこう、うん、アピールして PR したいってことから、うん、この歌詞には、うん、こうキーワードが、北海道を連想するキーワードがたくさん書いてます、うんうん、じゃあ何個見つけられるかなってところで、うん、それは聞いて、あの YouTube の方にありますので、ムグムグナンバーワンで検索していただいて、だ、ね、で、セタちゃんらしい、なんかちょっとね、可愛らしさとか、うん、みんな、いろんな人に愛されたいっていうところからね、そう、うん、そんな愛らしい愛も込めて、そう、人懐っこいなもん、なるほどだな、作った作品。うんうん、なるほどだね、北海道らしさと、そう、ご当地そばが、そう、そういうことだな、可愛さと含めたということだな、そうそうそう、ラブリーな、なるほどなんだね、こんな歌になっているわけだな、はい、そうでございます、うん、じゃあ歌いプロダクションの歌もこれからまた増えていくといいな、そうですね、今後増える、なんか面白いことが一つありまして、まだね、予定でしかないんですけど、長野県の非公式ルーキャラ、うん、松本くんっているんですよ、いるんですよね、うん、でずっと仲良い、ね、親友的な存在で、BL なんだわ、おお、ね、瀬戸ちゃんも実は結構仲良い、うん、まあ、この松本くんはね、俺個人としても、ゆるキャラ界、うん、数あるゆるキャラの中で一番好きなゆるキャラが長野県の松本くんなんだね、うん、で、その松本くんのテーマソングが実はありまして、うん、それをね、歌ってくださいってことで、うん、松本くんのテーマなんだけど、シャケブシくんのテーマで今後歌えるんじゃないかな、そうだな、いいね、面白い歌が、それはセタに出れるわ、出れるわ、やったー、ね、で、プロモーションビデオが実はそれが YouTube に上がってまして、うん、それの歌いプロモーションバージョンを作成しようと思って、なるほどなんだ、ね、はい、長野県と、ね、札幌市の交流として、ね、それをうちとね、歌いプロダクションと、うん、その松本くんとしちゃおうかな、なるほどなんだね、最高だわ、プロモーションビデオになり、うん、この後は何か映像タッグにどんどんつながっていくということになるのかな、そうですね、映画の方もちょっとお話があるので、うん、出ちゃうかもしれません、映画いいわな、そうです、そうなんですね、うん、実は俺もね、その松本くんが発表した短編映画にも俺もちょっとだけ出てます、そうなんだ、画像としてだけども出演しているのね、うん、松本くんのライバル、そうだね、もちろんライバルだ、ライバルなんだね、こうね、交流都市だけど、うん、
ライバル感ちょっと出しつつ、そうだな、うん、北海道を乗っ取りに来るんじゃないかというぐらい、ね、今日もね、シエバの方はあれ何あのシエバの飾って飾らさせてね、歌いてますじゃん、うん、松本泉ちゃん、うん、そう結構ね、歌い頃だしあの長野県松本、うん、交流がありますそうだね、長野県とは仲良くさせてもらってるな、どんどんね、広がってきてる、うん、そうだな、うん、長野県から北海道に来てもよし、うん、北海道から、俺たちが長野県に行ってもいい、うん、長野県の方も今見ていらっしゃるんじゃないでしょうか、見てるかな、ツイッターで、うん、あの方法があったなって、うん、スーパちゃんが、ね、俺も行ってみたいぐらいだね、はい、うん、ね、長野県って言えば、イナゴを食べたりね、そう、イナゴです、ね、面白いな、え、イナゴって何、虫、虫、虫、バッタ、ちょっとバッタみたいな、バッタを食べます、うん、セタは食べれないお、食べないのか、これは大好物だね、お、マジか、うん、まだ佃煮の方は食べたことはないけどな、え、そのうちのところのうちとちょっと近い感じで、うん、ゆるキャラと萌えキャラと思ってる、あのカスタマイズ Z さんというところが多いんですけど、うん、そう、フレキね、ゆるキャラも萌えキャラっていう形がうちとやっぱり似てる感じで、うん、あ、本人はパクったって言ってましたよねパクったのパクったとは言ってましたね、あの、うん、ゆるキャラと萌えキャラを一緒に活動していくことをっていうところで、うん、なるほどだ、あのキャラサミというね、あの第1回で渋谷区で解散戦イベントが、その時に本人が言ってました、うん、なるほど、参考にしたということだな、うんうん、ごめんなさいって言ってました、なるほど、逆にネタにしていいみたいな感じで、そうそうそう言われたんで、ネタにしてみました、なるほどなんだ、はい、うん、まあそんなこんなでね、うん、まあこれ俺たちというか、もう俺んちはないけども、はい、二人があるぞ、うん、このステージの後は、うん、なんとラらみさんの番組、ラらみボックスの公開収録をやりつつ、ラらみさんがステージで、ね、パフォーマンスしてくれると、うん、楽しみはね、そうなんだね、ボア様にラらみ様になんか豪華はね、豪華です、なんか間にごめんなさいみたいな、そう感じですけど、ラらみボックスさんね、俺たちも何度かね、ちょこっと出してもらったりしてるよね、そうですね、あ、そうなんわね、そうだね、ラらみボックスになんと限定ガールズが初出演という、そうだね、やったー、予感がでもさ、セタなんだいいよ、セタなんだ、セタちゃんだ、セタで、セタ、ケンだ、初登場、セタで、そう、セタの、ミラクカフェちゃんで、なるほど、俺たちが出た、ね、放送回というか、それは、あの公式ホームページかな、歌いプロダクションの公式ホームページの放送アーカイブの方に記載してあるからね、うん、気になった人は後で見てほしいんだね、おたるの庭で、ね、うん、一緒にコラボして、うんうん、そうなんですね、そういうね、あのコラボとか、何それって思ったやつとは知らないやつは、うん、いやつでいる、うん、まずは調べてほしいですね、うん、じゃあ次の方のステージの方に、そうだね、うん、行ってもらおうか、はい、うん、じゃあ、はい、二人とも、はい、ありがとうなのぜ、お疲れ様でした、バイバイ、エンテイガールズラストの曲になります、あれ、おかしいな、もう一回、エンテイガールズラストの曲になります、君と
します。みんなで蛍の光を合唱しましょう。叫びしないとありがとうございました。